はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。外役の申し子ゆうです。さあ本日なんですが、新しいパックで登場したナチュルビーンズというモンスター、皆さんご存知でしょうか？このモンスターですね、うざいんですよ。このモンスターうざいんですよね。このカードは一ターンに一度だけ戦闘では破壊されないと。でこのカードが攻撃対象に選択された時、相手ライフに250ポイントのダメージを与えるっていうね。うざ、このなんかあのダメージ、ちなみにあのバンダメージ半減されて250ポイントダメージになってるのもちょっとうざいですよね。なんかその500ダメージが250ポイントダメージになってもちょっとうざいっていう。あのこのモンスター戦闘破壊されませんので、割と外役チックに使えるんじゃねえかなっていう、あのそういう話で、まあデッキ見ていただければ分かる通り、あのカスデッキです。はい、あのゴミ実況者にあるゴミデッキっていうのが一応今バージョン多分 1.0 から、2.0 くらいまでありましたけども、バージョン 3.0 になりました。このナチュルビーンズっていう、モンスターが実装されたことによって、ナチュルビーンズ と、マッシブウォーリアで戦闘破壊を無効にしながら、トラップカードで、相手のモンスターを除去っていくっていう、そういうデッキですね。例えばこういう小枠の落とし穴とかね、煉獄の落とし穴、こういう落とし穴系のカード、ちなみに落とし穴全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 枚入ってます。てってれーっていうことで、で、あとはまあ攻撃反応系なんですね。ところてん方式とか、事件幽閉とか分断の壁とかいっぱい入れて、で相手のモンスターを無力化していくという、そういう感じですね。でカイトロイドで、耐久したり、それからまあウィンダで、こういうモンスターを出していって耐久したりっていうことをしていくっていう、そういうデッキですね。使わないでください、ランク戦では迷惑なんで。はい、というわけで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、相手にとってクソ側に魔法カード、あオールリゾネーターを発動、はい、リゾネーターね。リゾネーターは言うてね、あのねバックに干渉してくるカードがそこまで多くないので、サイクロンとか清掃とか、まあ、神の忠告とか入ってればいいですけど、それがなければなんとかなるんですね。まあ、言うて普通にあのダークエンド辛いですけどね。あとブルーディーね、ブルーディーとかのダークエンド強いです、辛いですけども、エアーマン入ってると多分ブルーディー入ってるんだよな。でトラップカードでなんとかその要はそのモンスターの攻撃を封じていきたいと言ったけど、何を真面目に外役デッキを改善してるのか、すいませんでした。外役しますマジでとか言いながら、マジでやること変わんないんで、俺なんか引いたカード置いてるだけなんだよね、基本的に。効いたカードをひたすらに置いていくだけっていうデッキなんで、はいはい、6100とかいうね、回復、まあいいね、トラップカードいっぱい作るのに、なんかね、マジでどうでもいいのよ、相手の、なんだろうな、フィールド上のモンスターの効果とかは、どうでもいいは言い過ぎか、なんか結構、なんだろう、1枚手札投げて破壊する、コーラドラゴンとか、ああいうのは辛いね、普通に。ああいうのは辛いけども、あとブリューナーとか、まあ、ブリューナーがまだいいか、コーラルが辛いね、破壊されるから。はい、でダークエンドでしょ、はいはい、ダエンさん、でダエンさんは普通に煉獄、普通に無理普通に生理的に無理普通にビリビリドンもう一回飛んでくるんでね、多分、はい、もう一回飛んでくるんで、まあしょうがないですね。ナチュルビーンズマンをやられるでしょう。ナチュルビーンズマンは一体やられるのを覚悟、はいはい、ワールドワインの特殊、はい、オーケー、特殊召喚成功で、もう一回レッドラジンかな。まあ、波紋とところてんしかないからな、これ今。今ちょっともう一回やられるとクソめんどいですね。レッドライジングでしょ。レッドライジングドラゴンのモンスター効果。はいはい。レッドライジング効果。で、はい。はい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 。クリムゾンレゾネーター効果。はい。いいでしょう。同時にどうぞ。レッドリゾネーター。こっちのターンめっちゃ短いからさ、相手のターンめちゃくちゃ長く感じるよね。すげえ短いんだよ、こっちのターン。だって引いてるカード置くだけだからね。マジでこのデッキなんて呼ばれてるかっていうと、俺の中でブルーレット置くだけデッキって言われてるんですけども、インフェルティーデスドラゴン、なるほど、インフェルティーデスドラゴン、はいはい、召喚、なるほど、インフェルティーデスドラゴン、ダークエンド入ってないのかな、2体目ダークエンド入ってないかもしれないね、相手で、インフェルティーデスドラゴンの効果を発動していく。で、破壊されるのはうざい、普通にしょうがないね、はい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 、なるほど。で、あいつ殴れないから銃か、レッドデーモンズベリアルか、はいはい、そこまではいいっす。で、波紋のバリアで分からせよ、波紋のバリアで分からせる。で、あれセットしたってことは中国じゃないから、はい、はい、どうぞ持っていただいて
戻っていただいて戻っていただいて、えぇ速攻魔法発動、惜しいなぁ。エアーマンだけ戻るか。はい、でここはねトラップカードいきたいね。基本的には魔法トラップをいきたい。できればちょっと押されてるから、いやあー強いね、それは強い。普通にでセットでエンドかな。さあお前のターンだよ、さあお前のターンだ、さあどうする。マジで俺のターン短くない？俺のターン絶望的に短いっしょ。クリムゾンリゾネーターどうぞ。クリムゾンリゾネーター、でも言うてるシグモさんがいるんで、まあ、そんなには展開できないでしょうね。ベリアでも別にいいです。それは全然いいです、全然いい。そこら辺落としやらどこに当てるかっていうのがかなり重要ですね。レッドデーモン、あ普通にバトル、あそう、グレートサビットブレイカー、はいはい、ドロうぜえうぜえ、ナチュルビーンズうぜえ。このカードは1ターンに中だけ戦闘では破壊されない。このカードが攻撃対象に設定された場合、相手は250ポイントダメージを与える。うぜえうぜえ、ワイルドワインだと、これもうここ打っちゃっていいでしょ。ここもなんか落とし穴打っといたらさ、あ月の章、なるほど、あそれ確かに解除できるね。確かに底足落とし穴で、あの裏側とかなんないからなんとかなるわ。なるほどな、なるほどなるほど、それはうまいね。打ってほしいな。まあでもこれで底足落とし穴を俺は終わらないわらじょぶで回収したいみたいなところはあるんだけども、好きな発動頼む。底足、あー煉獄か。まあまあまあでも悪くないか煉獄は。でなんかわかんないカードセットしてさあシンクロしたら煉獄するぞ、シンクロしたら煉獄するぞ。あワールドワインド、いいだろう、あいいだろう、バトル、なるほどな、確かにドラうまいな。さあ250ポイントバーンダメージだ、暗い分断の壁を発動うおー250番うぜえ、うざすぎる、うざすぎる、なんだこのデッキ、ドロー、うざすぎるだろ、うざすぎるだろ。いやもうこれ結構大丈夫ですね、もう結構大丈夫です、割と大丈夫。ブルーディーとか飛んできてもそんなに困んないんだよね。あの言うてる怖くの落としなとかでぶっ殺せるんで、あおうわあオベレスクか、オベレスクがやばいな、オベレスクがやばい。はい、まあでもそんなにか、それは打っちゃうと対処取れないが意味ないから、それはもうバインってなって、はいうぜえと思ってるだろうな、うぜえと思ってるだろうな。言うてですね、でもねオベレスクの巨神ちょっと辛いですね。そこはショートシェアもなんだろう、かませないからね。フランブローズも走るしな、フランブローズ対処取るダメだね。だからモンスター効果発動、エアーマン、はいはい、でエアーマンでエアーマン、なるほど。ブルーディー入ってないんかな、ブルーディー入っててもまあ別にいいですけどね。あじゃあそれはちょっとエアーマンには帰ってもらおうか、エアーマンには帰ってもらおう。オベレスクってなんかあれなんですか、モンスターなんか2体リリースするとなんか破壊するみたいなの思ってるんで、まあ、バトルフェイントはないですけど、でウィンダ来た、強い、でウィンダセット、煉獄はいいかな、煉獄はなんかいいや。なんかねモンスター2体リリースするとね相手のカード破壊してるってこと持ってるんですよ、オベレスクさんって意外と強いですね。さあエアーマン召喚、はいどうぞ、エアーマンでマッシブでぶん殴られてマッシブやられる、いいだろうナチュルビーンズ殴ってこいよナチュル、おお強いの来た、めちゃくちゃ強いの来た。さあどうする、あでもエアーマンでバック破壊されるっていう選択肢あるね、これ結構辛いね。言うてエアーマンでバック破壊される人生が一番辛い可能性がある。意外とバック破壊されてオベレスクでバチコリをやられてでぶん殴られる、ぶん殴られないか、別にぶん殴られないけど分断でなんとかな、オベレスクの打点を下げないといけないな。まあでも一応ウィンダーセットしてあるんで一応2800万は出せるんで割とありますね。さあ相手も悩んでますデュエル長、デュエル長、分断するよね、当たり前に分断する、当たり前に分断、はいよしよし、これでオベレスクの打点下げといたんで、はいはい、でこれでウィンダー効果、
ペトルピン出しておいたらいいんだろう。これでペトルピン出しておいたらもうオベレスの方で破壊されたところで破壊されないんで、ペトルピンはさあ何とかなると思います。ザドロン、あー次元兵いっけ、次元兵いっけ、でこれでエンド、まあ、一応多分これでエアーマン入ってんのにブルーディー入ってないパターンっぽいから、どうやら、はい、モンスターを通常召喚、はい、エアーマン、エアーマン効果、魔法タップ破壊する、 OK、はい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 、まあ、煉獄がうざいということですね、煉獄がうざいんだ。でオーベレスの巨神兵効果、フィールド上のモンスターリリースして、相手のモンスター破壊するが、ペトルフィンは効果では破壊されない。うぜえうぜえうぜえ。さああと残りできた何枚か、あと残りできた何枚だ。煉獄はセットしといてよ、ね、煉獄はセットしといて、でエンド。マジで俺のターン短くない、マジで置くだけ、マジでブルーレット置くだけ、もうマジで引いたカード置くだけ、はい。クリムゾンリゾネーターいいでしょ、クリムゾンリゾネーター、ワイルドワイド、おまた展開してくるか、お、なんだ、さあ新居召喚か、またこれだってダークエンドとかレッドデーモンとかでぶん殴ったりとかではないか、レッドライジングドラゴン、はい、ライジング効果発動、墓地のモンスター蘇生するの当たり前に無理。当たり前に無効。月の書、あ、もしかしてご存じない、オベリスクの巨神兵は、オベリスクの巨神兵は自分のカードでも対象に取ることはできないんだよ。サイクロン。今更すぎるだろ、別にいいよサイクロンは、今更すぎるだろ、はい、はい、エマシマ、はい、どうやって勝つの、どうやって勝つの、どうやって勝つんだよ。最中からなく、だから血がないなら神ゲー、自らの手で作り出す、このゲーム神ゲーすぎ、本当のジャックアトラスの、さあお相手の方は君、じいちゃんのカード、やばいスキル発動されたんだよ、じいちゃんのカードさ、昭和の宝札、あ強いね、あ強いね。うざいね、俺そうシンプルにうざいね、手札から、はいはい、で煉獄、はい、いいね、手札からぶん回ってんね、おおぶん回ってんね、お願い、えらいぶん回ってんね、あトレパン来た、やべえこれ、え結構やばいんだけど、なんかすげえぶん回られたんだけど、これやばいかな、答えて、もしかして俺 見守ることしかできないんだよ今のところ、でトレジャーパンダに足生えてく、トレパン足生えた、トレパンは、魔法カードをね墓地から除外すると、一旦一の制限なくて通常モンスターを出せるよっていう、ワンダーワンド、いや強いね、普通に強いと思う、はい、ワンダーワンド効果、はい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 、なるほどですね、モンスター効果、あの OCG ではちなみに手札1枚からあの先行ワンキルっていうのがね有名ですからね、エクゾディア。なんかヒーローアライブからいけるらしいですよ、ヒーローアライブ1枚からワンキルできるらしいですよ、エクゾディアで、やばいですよね、でまた調和の巣っていく、いや普通にやばいぞこれ、普通にやばい、いやこれやばいぞこれ、結構残りだけ6枚じゃん、やばくないこれ、ガチでやばいぞ、普通にやばいぞこれ、生まれは骨の体か、はいはい、いや普通にやばい、それやばい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 、闇の量産工場、墓地の通常モンスター回収、はいはい OK です、はいいいでしょう、でそれもいいです、やば、え俺手札から魔法発動、え本体持ってたら負けなんだけど、本体持ってたらやばいんだけど、嘘だろ、嘘だよ、嘘だよ、それはないわ、それはないわ、先行エクソディアはないわ、なんだこのゴミゲー。